はい、こんにちは。中学受験さくらチャンネルの滝谷直樹です。今日は偏差値65への算数。大丈夫ね。年齢算やってみましょう。この中学受験さくらチャンネルは、この私滝谷直樹が塾業界35年間の経験とノウハウをすべて公開していくというチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップお願いします。さあ、では早速やってみましょう。栄東中の問題です。栄くんは妹より8歳年上。栄くんのお父さんの年齢は栄くんと妹の年齢の和の3倍であると。さあ、そしてちょうど6年後、お父さんの年齢は栄くんと妹の年齢の和の2倍になる。妹の、ごめん、今の栄くんの年齢は4歳ですとね。じゃあゆっくりやってみましょうね。さあ、まず妹で、栄くんは妹より8歳年上。さあ、今の妹を丸1としますよ。ね。たら、栄くんは、今の栄くんは、この丸1足す8歳だよね、これね。ね。丸1足す8歳。さあ、そして、栄くんのお父さんの年齢というのは栄くんと妹の年齢の和の3倍だと。さあ、これ2つ足すとどうなるかというと、和は丸1妹と丸1足す8、ね、つまり和は丸2足す8歳なわけです。で、和の3倍ですから、これを3倍します。和の3倍ですから、丸2足す8かける3は丸6足す24歳。これがお父さんなんです。さあ、お父さん丸6、足す24歳。とんでもないですよね、これね。さあ、今のお父さんの年齢は丸6足す24歳なんです。今のお父さん。さあ、今度この6年後の話。さあ、6年後。さあ、6年後の妹は丸1足す6歳です。ね。さあ、同じように栄くんはその妹よりも8歳年上ですから、丸1足す6足す8歳です。つまり、丸1足す14歳。ね。さあ、和は、丸1足す6、6、8ですから、丸2。と6、6、8、12、20歳。さあ、ですから、丸2足す20歳ですよ。で、これの2倍がお父さん。さあ、丸2足す20かける2っていうのは、丸2かける2、丸4。20かける2足す40歳。さあ、これが今のお父さんの年齢。あ、6年後め。6年後のお父さん。つまり6年後のお父さんは丸4足す40歳であり、今のお父さんは丸6足す24歳なんです。で、じゃあ、こっからどうするかっていうと、お父さん、今のお父さん、丸6足す24歳です。6年後のお父さんは丸4足す40歳です。そうだとすると、今のお父さん、丸6足す24に6を足せば、この年と一緒だよね。ってことは、この丸6足す、ね。
丸6たす24に6たすと、ね、これ丸6たす30歳、これが6年後のお父さんの年齢で、こっちからやっていくと丸4たす40歳、丸4たす40歳がこれ、6年後のお父さんの年齢。さあこれちょっと図にしてみましょう。どちらも6年後のお父さんです。丸6たす30歳。そして、下の方は丸4たす40歳で、どちらも同じ。6年後のお父さん。そうと、丸6引く丸4が丸2ですね。この丸2は40引く30の10歳だね。つまり丸2が10歳だってわかるわけです。と、丸1は5歳。妹の年齢が5歳だとわかります。さあ、栄くんは5たす8ですから、今13歳だね。ね、だからこれ、今の栄くんの、年齢はこれ13歳になるわけです。ちょっと見直してみましょう。さあ、5歳と13歳足します。18歳。18歳の3倍が54歳で、これはお父さん。さあ、6年後、5に6足すと11歳。13歳に6足すと19歳。2人合わせて30歳。で、お父さんその2倍ですから、30×2 で60歳。で、6年前は54歳。6年後は60歳。合うよね。栄くんの年齢は13歳なわけです。いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価、メンバーシップお願いします。では今日はここまでにしましょう。